皆さんお越しやす。今回も始まりましたワイワイテレビ、輪をもって輪をつなぐ。この番組は日本の輪のええところを日本全国そして世界中の皆さんに知ってもらい、興味を持ってもらい、笑顔の輪がつながればなという思いでお届けしております。私京都の京ちゃん相葉京子です。よろしくお願いいたします。では初めにこちらご覧いただきましょう。じゃーん。はい、もう前回前々回でねお届けしました映画、はい、京都メロ金魚の恋人ということでね、映画の応援をさせていただいておりました。京都を舞台にした素敵なねちょっとキュンとなる純愛映画でございますけれども、はい、こちら11月の9日からね、京都、桂川のイオンシネマでこう上映されてるんですけども、2週間の限定上映ということ でクラウドファンディングのお話もね、監督の土山久美子さんと、そして音楽担当の上峠博文さんがお話してくださったんですけども、なんとクラウドファンディング100万達成なさいました。おめでとうございます。これでねちょっと全国のねロードショーになるようにねぜひ頑張っていただきたいと思いますし、22日までロードショーしてますので、ぜひぜひ皆様JR のね京都桂川からもうすぐのイオンシネマですのでね、見に行ってください。よろしくお願いいたします。はい、そして続きましてじゃん、今日はね新シリーズということで、和の五感を楽しむということでね、香り編ということで第1弾今回お届けしてまいりたいと思います。あとで今日はねまたスタジオゲストということで素敵な方をお呼びしてますのでね、はい、もうそのアロマ和の香りについてね熱く語っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあそれではね皆様にはね CM から楽しんでいただきたいと思います。どうぞ。シャナナンバーシャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、皆さんおかえりやす。さあ今ねお隣にいらっしゃいますけれどもね、はい、今回は新シリーズということでね、はい、その和の五感を楽しむボリューム1ということで香り編をお届けいたします。で香りということでお隣にいらっしゃいますのが、はい、香りとプロデュースをなさっていますアロマスペシャリストの小山純子さんです。よろしくお願いします。お越しやす。ありがとうございます。同じようにねちょっと着物を着てくれはったんですけどもね、純、はい、ちゃんも着物がお好きで。そうなんですよ、うん、でも私は祖母がずっとね着物を持っていたものを譲り受けて、うんうん、どうにかこうにかギリギリできてる感じです。これじゃあおばあちゃんの。そうなんですよ、祖母が若い頃に着ていた着物を。わー、おしゃれですよ ね、ちょっともみじ柄も入ってます。そうなんです、ちょうど秋ぴったり、はい、今の季節にいいかなと思って着てきました。はい、じゃあ今日はねはんなりとねお届けしていきたいと思うんですけども、はい、まあ純ちゃん実はね私インターネットラジオ のパーソナリティもしてまして、純、うん、ちゃんもラジオパーソナリティさんをなさってるんです。はい、そうなんです、ラヘラジという番組をさせていただいていて、うん、はい、京ちゃんとはねそのご縁でゲストにね来ていただいてからラジオデビューされて、今ご自分の番組もうどのぐらいに、はい、ね春が来たら丸2年、うん、丸2年夏で2年かなぐらいですね、はい、うん、でねラジオでもご活躍なさりつつ、本業は、本業はアロマセラピストです。はい、アロマセラピスト、はい、スペシャリストという肩書きもね、そうなんです、今持っていらっしゃるんですけども、はい、どんどんねそのラジオのゲストに来ていただいた2年前から純ちゃんがどんどん飛躍されてって、京ちゃんこれね、お仕事の幅がね、そう自分でもびっくりで、うん、アロマセラピストだったのに気づけばメーカーの、うん、なってるという、はい、ちょっとこちらご覧いただきましょう、はい、じゃーんってねちょっとこちらのお写真ご覧いただいたら、なんか工事現場の人、そう工事現場、ヘルメットかぶって森の中に入るんですけど、はい、木を切ってます。木を切ってる、はい、まあね、はい、日本産の精油を手掛けてるんですけども、うん、実際に生産者さんのところに一緒に行って、うん、こう山に入らせていただいたりとか、はい、畑に行ったりとかして、こう作るところから、そのなんていうか材を取るところから一緒にさせていただいてる。はー、そのところから始まったの。そう始まった。これも、うん、ラジオがきっかけで、うん、ガルマのことを伝えるんだったら作ってるところ取材に行ってみたいなっていうのがきっかけで、
行ったらすごく面白くて、はい、どんどんハマってハマってどんどん行って今シリーズでやってるんですけども、全国回っていらっしゃる、全国回ってるんですよ、ですよね、はい、どんなところ行かれたんですか。一番最初に行ったのが富山で、関西圏も行ったし、で九州、沖縄、はい、で春に北海道に行く予定に、本当に全国ずつ裏そうなんです。北海道ね、行こうと思ってたら雪降るから春にしてって言われて、行き損ねてしまったんで、今年は。じゃあ次の春に、次の春に行こうと思ってます。はい、じゃあ全部ね、網羅。そうなんです、ね、ですよね。100近く生産者さんがいるので、日本全国にそれだけあるんです、今増えてて、なので全部行こうと思うとまだまだかかる、まだまだ行ける状態ですよね。でもこう作り手の顔が見える、思いが分かるものだけしか扱いたくないので、はい、すごいね、どんどん ね気づけばね気づけばね、そうっていうので始めたのは、なんていう、香りとというブランドです。香りと、はいはい、マノエッセンシャルオイルの香り糖、はい、でこの糖は with とか and とかっていう、そういう意味を込めた糖で、自分の思いとか人の思いとか子供の人を香りでつないでいきたいなっていうのがあって、香りとの糖をつけました。香りと、と、はい、香りと、ひらがなでね、香りとってね、はい、またちょっとアップでね、お写真もね、はい、出させてもらいたいと思うんですけど、ひらがなにしたのも実は意味があって、海外に日本のものを出したいなって思った時に、漢字にするとね、日本らしさが減るので、ひらがなにしました。なんか身近に感じますよね。で、なんかこの文字がね、日本っぽいというか、はんなり、はんなり、はい、また色合いもなんかこのパープルって高貴な色でしょ、その日本の和の色ってなると、日本ではらしくて、やっぱり高貴な、本当におっしゃる通りで、紫って日本でも海外でも割と高貴な色なので、のね、日本のブランドとしてのプライドというか、そういうのが伝わるかなと思って紫を選びました。ねー、ちょっとあのお写真もう一枚目、はい、ちゃんと次のお写真、なんかお花を持っている、はい、これはね、八ヶ岳のあたりかな、ちょうど長野と、の境目ぐらいのところなんですけども、ここは日本産のローズウォーターを作ってるところ、で、完全無農薬有機でされてるところなんですけども、ここも蒸留をしていて、はい、生油は取れないんですけども、ローズウォーターをやってるということでご縁をいただいて、取材に行った時の写真です。はい、そのね、取材のね、アポイントとかってどうしてはるんですか。突然連絡しますメール、そう、本当にメールを送ったり、あの Facebook のメッセンジャーを送ったりとかで、カクカクシカシカこういう仕事をしてますと、で、興味があります、ラジオの取材に行きたいです、で、送って、お返事があればそのまま話が進むし、なければ後追いで電話します。なるか、普通に営業をご覧いただきましたかお送りしたんですけど、はい、いう感じです。で、やっぱり行ってる場所が増えてくると、ここ行った、あそこ行ったって言っておつなぎいただくことも増えてきて、はい、なるほど、またそういう横のつながりというのもあるわけですか。そうなんですよ、はい、同じところの装置を、上流の機械を使ってるとか、共同で何かやってるとかっていう横のつながりを持ってる方もおられるので、そういう方がいたらおつなぎいただいて、で、そこに行って、で、行くなら周りも取材したいので、紹介していただいたら同じ近隣のところは飛び込みでアポを取って電話してみたいな電話して行っちゃう、それをそのラジオ音源として取材に行って、でお話をお伺いするんですか。そう、お話をお伺いして、でスタジオに持ち帰って、番組にして放送してるんです。なんかそのみんな行ってみて聞きたいと思うんだけども、なかなか行けないじゃないですか、はい、1泊2日で沖縄とかね、そんなふうなことなかなかしないんで行けないしね。だから行って私の言葉じゃなくてその作り手さんの言葉、生の言葉をそのまんま伝えたいなと思って。そういう点って私のワイワイテレビとも相通じるところがあるかなって、そうなんですよ。その実際の職人さんたちが作っていらっしゃるところとか、作品をね、実際に皆さんに見てもらって、こう世界中の方たちにね、そうなの、こう知ってもらって、そう、あ、この職人さんに会いたいわとか、この作品実際に手に取りたいわって思ってもらいたいなっていうところからこの番組をね、始めたので、そういうとこは純ちゃんの思いと一緒で通じるのかなって、ね、ね、だから自分の言葉とか文字で表現するのもいいけど、やっぱりご本人のね、生の言葉、ビジュアルっていうのはすごい大事かな。大事ですよね、
じゃあ撮りに行って行ってでそれを持ち帰って そのラジオトークの中に前後ちょっとお話をしてはいっていう感じです。はい、それがもう2年になりますね。なろうとして1年半ぐらいかな今の時点でね。はい、そういうね、まあ、少しお話は戻るんですけども、はい、そういうねアロマスペシャリストにいらっしゃってということで、もともとはアロマセラピストに施術をしてて施術をされていて教えてて、うん、でそれをやるんだったらちゃんと作ってるところを知って教えたいなって思ったのが一番のきっかけ、うん、で行ってお話を聞いてたらすごくいいものを作ってるのにやっぱり田舎山のふもと里山でどう打ったらいいかが分かんないみたいなことがたくさんあって、うんうん、小山さんちょっとこれ打ってみたいな打ってっていう話になってきてでちょうど1年前ですよ去年九州に行った時に、はい、やらなきゃって思っちゃって、うんうん、でやりたいと思った時にでもどう広めていったらいいかが何をどうしていったらいいのかって分からないでしょう。で何から手をかつけ出すでとりあえずはなんかきちんと形にしようと思って、うん、デザイナーさん探して、はい、カメラマンさん探してこういうことやりたいっていうのを、はい、A4 にブワーって打ったのを渡して、やってほしいって言ったら、はい共感してくださって、で出来上がったのがこのビジュアル、はい、で側が良くなったら、うん、中身負けれないじゃないですか。確かに確かに、うん、だから私もより真剣に、うんうん、でその例えばゆずならゆず、ヒノキならヒノキ単体のものは、うん、その生産者さんも直で売れる。確かにね、うんうん、じゃあ私に何ができるんだろうって思った時に、うん、一番得意なブレンド、うんうん、でなんていうのかなアロマセラピーが好きな人だけじゃなくて、はい、いい匂いが好きな人男女問わずに手に取っていただいて、はいうん、あなんかこれいい匂いこれなんやろうで日本産なんや、うん、でどういうとこで作ってるんだろうって言って生産者さんを知る、はい、ではたまた山に私がいて聞いてる写真見て日本の山の現状を知る、うん、かそういう入り口になったらいいなと思って作ったんです。じゃあ生産者さんと一般のユーザーさんをジュンちゃんはつないでつなぎたいっていうことをなさってるわけですよね、うん、そうなんです。素敵。だからあのそれぞれのブレンドの名前もリフレッシュとかそんなんじゃなくて、うん、お母さんの匂いとか、うん、幸せの元とか、はい、これ何やろうって手に取りたくなるものをリンとサンとそう一個一個考えて送りっこはいはいことの始まり、ことの始まり、はい、であとタユタウこれが一番、一番新しいのがこのタユタウなんだけども、この6種類の、ね、もうちょっとあるんですけどもっと実はそうあるんですこのねリフレットに乗るっていうのは6種類、はい、ブレンド。あなんか今広げただけでも香りがしました。いい香りがねふわーってはいそう、うん、でなんかこう自分のその時の感情とか、うんこの人にこの香りを届けたいなとかっていうので作ってるので、はい、実は一個一個こう人の顔が私の中にはある。うーん例えば送り子は、うん、お線香の代わりに作ったんですね、はい、でこの着物を、ね、着てたうちの祖母が、うん、もう90を超えてるんですけど、はい、おばあちゃん日が危ないからおじいちゃんにお線香の一本もあげてあげられへんって言ってるのを聞いて、うん、火を使わなくてお線香の香りがするもの作ろうと。うん、で杉の葉っぱってもともとお線香とかお香作りに使われてたので、はいうん、それを使って、うん、でそこに私なりのこうおじいちゃんとおばあちゃんへの思いを乗せて、うん、で作ったのがこの送り子、送り子だったりとか。なんか他も聞きたい他も聞きたい。幸せのもとは幸せのもとはね私これやってる間に結構いろんなことがあって、うん、すごいしんどい時期を経て香りとリリースしたんですね、うん、でもこうやり始めようって思った時ってすごいウキウキワクワクしてて、その時の気持ちに戻りたいなっていうのと、うん、幸せな人はより幸せに、はい、でちょっととしんどい人は、うん、この香りで幸せになってほしいなって思って、その人のスタンスのそうあ今これきょうちゃんあなんかホッとするそう優しい香りだね、うん、そうでこれも最終どの香りにしようかなと思った時に、うん、淡路島の生産者さんのところに行った時にね、うん、国産 の、うん、のカモミールに出会ったんです。でカモミールの香りって私苦手だったんですけど、そこの香りを嗅いだ時にあこれ幸せと思って、あほっ
こりね、カモミールってこう晩のちょっと寝ようかなっていう時に飲むといいですよとかってね、そうなんですよ。で最終それがあったから生まれたブレンドだったりとか、本当に作り手さんとの出会いで全部一個一個生まれてたり、こう移動してる道中にいろんなことを考えてて、あ、こんな香り作りたいとか、この精油使いたいとか、そんな感じで生まれてる、生まれていく、はい、お母さんの匂いは、お母さんの匂いはねお母さんってね、一人暮らししてたら、冬になったらみかんとか送ってきません？送ってくるみかん作ってないのに送ってくるでしょ。なんかね、なんか持たせたいでしょ、行ってもそう、これ持って帰って、みかん持って帰りとかあるでしょ。昨日私西沼実家に帰ってたら、なんか持って帰らせたいっていうので、でしょ、あんたお茶ある？まだあるで、お茶くらい買えるとか、ね、そうで、温州みかんを使ってるんですよ。でお母さんといえばみかんやなっていう。私一人暮らしして初めての冬になぜか段ボール箱にあのいろいろ詰まってる中にみかんが入ってて、別に全然みかん作ってないのになんでみかんなんと思って、でもお母さんやなと思って、ね、でこれはね、妊娠中でも使える、精油だけで作ってるんで、結構ねその妊娠されてる方とか動物ちゃんとかちょっとアロマはって言われがちだけれども、そこが大丈夫な香り、そうなんです。で、もともとこのお母さんの匂いっていうのを作ろうと思ったのは、私の一番古い香りの記憶が、お出かけの時の母の香水なんですね。お母さんがつけてたんです。そう、お出かけの時は絶対怒らない優しいお母さん、これ聞いて怒られそう、ちょっとよそ行きにね、なりはるしね。で、それは海外のね、香水だったんだけど、なんかこの香りがいつか妊娠中から使ってて、子供ちゃんがちっちゃい時も使ってて、その子供が大きくなった時に、あ、これお母さんの匂いってなるぐらいロングセラーになってほしいなっていうのもある。いいね、いいね。お母さんはそれを書くと、あ、子供さんの小さい時も思い出してくれるし、子供さんはお母さんのその時のことを思い出してくれはる。いや、いいやん。そうっていう熱い思い、熱い思いが上にはいっぱいある。あんまり表に書くと暑苦しすぎるから、いや、あのすごい産業ぐらいになってるけどもこの産業にはそんな純ちゃんの思いが、そうなんです、皆さんにそれちょっとね届けたいわ、ほんまに。だからなんかこう、まだまだ見るより聞くより香り嗅いで、その方が、あ、確かにとか、うちのお母さんこんなんじゃないとか言ってるのを見るのが一番楽しい。で香りって、もうね、このテーマも五感、和の五感って私名前を付けさせてもらったんですけど、香りってこう脳に直結しますよね。そうそうなんです、だから理屈じゃなくて、感情にダイレクトに訴えるので、かもうね、名前も手に取ってもらいやすい名前にはしてるけども、なんか見るより聞くより、手に取って香りを感じてほしい、感じた自分の感覚で、その人なりの幸せのもとだったり、その人なりのその亡き人への思いだったりとか、そういうのをこの香りを通じて向き合ってほしいなっていうのはすごい思います。うわー、なんか一つ一つに全部聞きたいけど、全部聞いてると番組終わってしまうかもしれへんね、またちょっと続きね、3ヶ月ぐらいかかるかもしれないんで、まあ今日はねちょっと幸せのもととお母さんの匂いと送り子のちょっとお話をね、お伺いしたんですけど、こういったその香りとさんのね、そのアロマ欲しいですって思ったら、どうしたらいいんですか？ね、もちろんウェブショップがあるので、香り等で検索していただいて、ウェブページで買っていただけますし、関西はね、川西阪急さんの3階にスローデイズというコーナーがあって、そこの中に商品が置いてあります。で、私は月に2回ぐらい売り場にフラッと、順調に会える時もある。こんな風に熱く語りはりますよ、皆さん。もういいっていうぐらい喋るんで時間がある時に今もスイッチ入ったようにもうあの一つボール投げたらいっぱい出てくるのでそうで、東京は代々木公園前にある、東京も、これもたまたまのご縁で、ハーブパリス、違う、ハーブパリスあってる怒られるハーブパリスっていうセレクトショップがあるんだけども、そこでブレンドの精油は置いていただいてます。で、あとはね、イベントに、イベントにもね、ちょこちょこ出てらっしゃって、で、まあ、今回ね、こう11月の3週目にオンエアさせてもらってるんですけど、つい最近、そう、ロアスフェスタ万博に
万博公園でね、はい、ロハスフェスタっていうのがすごくもう人気があるというか、うん、皆さん、注目されているね、ビッグイベントなんですけれども、はい、そこに出展された。そうなんです、3日間出展させていただいて、うん、とこの香りとの精油を使ったアロマハンドトリートメントと、うん、精油の物販とさせていただいたんですけど、はい、手伝ってくれたスタッフが、はい、やたらスプレーでシコシコ香りをまくもんやから、はい、みんなここなんかいい匂いする、いい匂いするって言ってすごいね、うん、知っていただけたかなと思います。でそういうスタッフさんってどういうふうに願わされたんですか？あの私がこの日本産の精油の講座をやっているので、うん、その講座を受けた生徒さんたちが、はい、ロハスに出ようと思うんだけどって言ったら行きたいです、やりたいですって言ってくれて、皆さん、すっごい戦力、生徒さんたちが手伝ってくださって、うん、香りとお披露目してくれた。そう、みんなのおかげで私はフラフラしてたら全てが終わったっていう。でもまたいろんな方とつながっていかれたんでしょ？そうなんです、うん、なんかね、こう食品に使いたいとかいろんな話があって、うん、私だけじゃなくて生産者さんとも確認しながら一個一個進めていけたらなと思ってます、うん、どんどんこう香りとの世界が ね広がってほしいですね。きますね、うん、この和の香り、はい、いいですよ ね。で、まあ、今ロハスも11月の、ね、はい、うん、初めの週で開催されましてね、はい、あのちょっとお写真にもね、はい、今ね見ていただいてるんですけども、12月は、はい、7、8、12月の7日8日が東京でイベントがありまして、はい、雑誌のセラピストというあの、うん、業界誌出してる出版社があるんですけど、はい、そこのイベントで、発見アロマ&ハーブエキスポというのがあって、そこにまた出展をさせていただきます。うーん、東京でも、東京の方にもお楽しみいただくことが、ね、はい、できますし、で、いけないわっていうことは方はこのウェブショップで、はい、ね、あの見ていただくと。そうなんです、はいはい、で他にもこう、ね、機会があればいろんなところにスーツケースガラガラ引っ張って、はい、思いを語りに思いを語りに、はい、行きたいなと思ってます。やっぱり香りのものなので、うん、直接嗅いでいただくのが一番早いんで、うん、嗅いでいただいた上で説明を、かぐ前から喋るとね、暑苦しいだけなんでね戦力入っちゃうので、そうそうそう、まずは嗅いでいただい て、で実はこれねっていうおまけがついてくる感じです。あー、いいよね、はい、その人その人によって感じ方が違うし、そうそうそう、いろんな思い出がね、うん、蘇って、そうなんです、きますね、はい、まあ、今日もいくつかねアロマ持ってきていただいているんですけれど、はい、まあ、先ほど紹介してくださったシリーズね、うん、はい、ブレンドのものね、ブレンドもあるし、はい、そのブレンドを大切にしている。そうですね、うん、なんかこう一つ一つも心地いいんだけども、うん、やっぱりブレンドをするとさらにこう香りの幅が広がったりとか、うん、思いがけない香りが誕生したりするので、うん、はい、なかなかね、アロマが好きでもブレンド苦手っていう方もおられるので、うん、そういう方にもう今ブレンド考えのしんどいっていう時にパッと手に取っていただけるもの、確かに確かに、うん、でアロマのことをよく分かんないっていう方でも、うん、あ、いい匂いだから使おうとか、この瓶可愛いから置いとこうとか、うん、まずはそこが入り口でいいのかなと思ってます、うん、はい、なんかね、パッケージとかもね、こう優しい感じの、はい、ちょっと私もね、うん、もう出てすぐに、そう、きょうちゃん一番にね、いろいろって言ってくださって、欲しいって言ってね、そう、買わせていただいたんですけど、はい、寝る前とかに、ね、シュッシュッシュッとかしながらね、うん、それかするとすごくスーッと、ね、うん、寝やすい、不思議でしょ、うん、なんか眠れない時も、うん、香り嗅いで呼吸してたら、うん、いつの間にかぐっすり、うん、それをみんなにも体感してほしいなと思います。いいですね、はい、香りと、香りと、ひろがなで香りととね、検索していただいたら、はい、出るはずです、出るはずですまたおしゃれなね、ホームページでデザイナーさんがすごくセンスがいいですよね。デザイナーさんとカメラマンさんが、うん、私が何かしようとしたら、それは香りとのブランドから外れますとか、うん、私よりもブランドを大事にしてくれてるような、すごく助けられて一本の道外れずにやってこれてるのかなと思うので、うん、チームです、チームで、はい、いろんな方が支えてくださって、本当にもうなんかね、自分が思ってる以上にたくさんの方が支えてくれてるので、うん、やっぱりどんどん広めて、どんどんいいものを作って、うんうん、ね、これに関わったっていうことをこう自慢してもらえるような、うん、そんなものにしたいなって思いますね、うんうん、まあ、なんか和の五感シリーズにふさわしい方にね、来ていただいたかなと、第1弾に読んでもらって嬉しい楽しいです、はい、ありがとうございました。またね、あの今回1回だけじゃなくってね、はい、あの次回も登場いただいて、その実際にブレンドの ね、そうですね、香り、素敵な香りを作っていらっしゃるので、はい、まあ、あのその一つの事例というか、そうですね、その話を詳しくね、うん、お聞かせ
いただきたいと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。あ、それではね、あのまた CM の方をご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。スタジオセブンカラー、駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ、歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で様々なご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金年会費は無料、さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索。スタジオセブンカラーズ。皆さんお帰りやす。今回のハンナリタイムね、いかがでございましたでしょうか、ね、今回はねロシアンブルーアズが登場いたしまして、こう私がねこう仕事でパソコンを触ってると、そのパソコンの後ろからこう覗き込んできて、お母ちゃん何してんの、僕のこと構ってほしいなって、かわいいね、いつもしてる。本当にもうべったりでね、ちょっとストーカーのようにストーカーのようにアズで、もう一人ね、あの黒猫ジジはいますけど、うん、それを遠目でジジが見てるっていう感じでは、かわいい、いつもね、あるんですけどもね、もっとはんやり、はんやり、うん、はんやりタイムっていうのでね。で、まあ、あの前回前々回はね、あのゲストさんの猫ちゃんを紹介させてもらってっていうので、ちょっと来年からはね、いろんな方のね、あのにゃんこちゃん紹介していきたいと思ってますのでね、はい、楽しみなさっててくださいね。はい、さあそして今回ね、はい、もうじゅんちゃんにお越しいただきまして、もういくらでも話出てきはりますね。いくらでもね。熱くなんか一つ一つ の、 あのブレンドの、ね、香りのお話聞くだけでも、うん、私がもうワクワクしてきたかなって。いや嬉しいです。持ってきて一つずつちょっと揃えていこうかなと思っております。はい、ぜひお願いします。はい、ね、香りととね、皆さん検索いただきまして、はい、ぜひねちょっと手に取って香っていただきまして、ね、はい、お願いしたいと思います。またね、はい、次回もじゅんちゃんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは皆様、次回のワイワイテレビでお目にかかることを楽しみにしております。輪を持って輪をつなぐですよ。よろしくお願いいたします。それではお越しやす。